北領を健康領懲役課政北領の領域。北領は、午後16国時代に、官宿省に存在した国。建国者は断業だが、実質的な創始者は、露水。この素居、盲村である。国豪は領、北領の実質的な建国者である、素居、盲村ははじめ功労に属しており、郷土系であるとも月子系であるとも言われ、諸説存在する。年月。 功労の天皇旅行は西畑討伐に失敗し、その責任を、少書の祖巨ラーだと三河軍大衆の祖巨工事上兄弟に取らせて処刑した。これに激怒した兄弟の老いである祖モもソンは二人の葬儀の際に集結した。一族万余りを前にして功労からの自立を宣言し、林末軍を陥落させて金山に駐屯した。これに対して旅行は討伐軍を送り、祖巨、 モーソンは敗北したが、主戦に駐屯していた、祖教、モーソンのいとこの祖教徒個性が呼応して、勢いを取り戻し、5月には楽に迫って功労から、健康軍大使に任命されていた漢族の男業を、領収牧、健康校に擁立して、神事と剣もとし、事実上の北領建国を成し遂げた。建国者は擁立された男業だが、実質的な権力は、祖教、 モーソ村と祖京都古生の両者が掌握した。祖京、モーソ村は398年4月に西郡や進政軍、東港軍などを陥落させ、6月には祖京都古生が懲役を落とし、ここを北領の首都とした。こうして北領は高楼の西部をほぼ支配下に置くことになり、断行は399年2月に領王を称した。400年11月。 北領の漢人で、敦行軍大主であった李公が自立して、西領を建国したため、北領は西部の領土疾患と漢人の離反が進むことになった。さらに男業と祖郷、孫村との間で対立が発生し、祖郷と個性が男業を支持したため、祖郷、孫村は401年4月に、祖郷と個性に、無本の罪ありとでっち上げて男業に殺害させ、 さらにその後、弔い合戦として断業も葬り、6月に、祖教、孟村は、領収牧、懲役公として、北領の君主となった。だが、西領の自立で、北領の領域はかなり限定的な上、周辺には、功労や北義、南領などが控え、さらに断業や祖教とこなら実力者を葬ったために、その実力はかなり衰えており、北領の存続には、外交が欠かせなくなった。 疎モーソ孫はまず、南梁と同盟を結ぶが、401年7月に、アトシンが功労を攻撃するとその圧力を恐れて、死者を派遣して従属し、功労が滅亡した、直後の403年8月にはアトシンの殺死し、再開口に封じられて自らアトシンの反を称して、南梁や西梁と対立した。 そのうちの南梁とは406年、407年、409年と、連年にわたって戦い、410年3月には、ついに、南梁の首都シューとめ、像を包囲したが、この時にはシューとめ、像を落とせずに撤退し、411年1月に、ーとめ、像を落として412年10月に戦とした。訴求、孟孫は、南梁をその後も圧迫し、南梁は、 最終的に414年に西旗が滅ぼしたが、この南梁と連携していた西梁に対して、今度は圧力をかけ、417年2月に李公が死去した混乱にも恵まれて、4月から大規模な攻勢をかけて420年7月に主戦を落とし、421年3月までに西梁を滅ぼして、東港を取り戻した。こうして北梁は火星全土を支配する強国となり、 以後は、西域諸国とも交易、交渉を行って全盛期を迎える。しかし、南梁の滅亡により西畑との対立が開始され、西広氏が北儀と結ぶと北梁は夏と結んで、対立した。西梁を滅ぼした、祖興、モーソンは、主力軍を、西新に向け、421年6月と422年7月には、大規模な西畑攻撃を行うも撃退された。 逆に424年に北魏との連携を強化した西広氏に攻められたため、即興、孟孫は夏の年号を報じて服属することで、その支援を得たため、なんとか西新の構成を防いだ。一方で、即興、孟孫は、江南の東新に418年に従属して、領収支氏に任命され、南朝僧にも服属して422年に領収支氏。 朝駅百423年に、領州牧、火星王と江南王朝の官釈を得ることで北義など、周辺諸国と対抗した。だが431年に、西広氏夏が相次いで滅亡すると北領は、北義の圧力をもろに受け始めることになり、即興、毛孫は8月に、息子の祖教安州を北義にいる侍させて、北義に事実上従属した。以後、北領は、 江南外交から北儀外交に転換し、北儀も南朝宋との関係から北陵を攻遇して、即興、孟孫は北儀より、領衆牧、領王に封じられた。433年4月に、即興、孟孫は病死した。即興、孟孫が死去すると、北儀はその葬儀を看護する死者を派遣した上、北陵の後継者には南朝僧が認めた、即興母体を排してその兄である。 祖キョを擁立するなど、すでに北儀の内政干渉をもろに受ける立場にまで追い込まれていた。祖キョは、文物を南朝層に送るなど文字を盛んにした。一方で北梁は、祖キョの妹を北儀皇帝の大武帝にいる嫁させ、大武帝の妹の部位公主を北梁にいる嫁させるという二重の通婚関係を結ぶなど強い友好関係を結んだ。三十九年九月。 河北統一を目指す北魏の大部帝は、申請して北寮の首都州と目像に迫り、その圧力に屈したソキョマキは北魏に降伏し、北寮は滅亡した。北寮君主のソキョマキは北魏の首都平城に送られ、四百四十七年に無本の罪で自殺を命じられた。北寮滅亡後、ソキョマキの弟である、ソキョムイミとソキ安ヤ州は四百四十二年九月に、主戦。 トンコウ、と聖戦して自立し、コウ北領を建国した。祖巨氏は火星王として南朝層に封ぜられるが、祖巨氏が聖戦するまでコウを支配していた、統計の一族が結んでいた従前がコウに来航したため、コウ北領は二代で滅亡したが、コウ国自体は党に支配されるまでの約200年間にわたり続いた。多く王祖巨無意味な。 武田タ大オーソキョ終身時点自衛案言。はじめ原始とも書かれる。証言吉和上和英和とも書かれる以下。高渉北領上平 ABC 岬。五個十六国。中国史上の民族大移動。P151 岬。五個十六国。中国史上の民族大移動。P184ABCDEF 岬。五個十六国。中国史上の民族大移動。 P175 ハット ABC 岬、五き、5個1国、中国市場の民族大移動。P135 ハット ABCDE 岬、五き、5個1国、中国市場の民族大移動。P136ABCDEFG 岬、五き、5個1国、中国市場の民族大移動。P137 兄弟東洋詩辞点編纂会、新編東洋詩辞点東京創原社。 1990年、P894ABC 三崎、5個16国、中国史上の民族大移動、P138、ABCDEFGHIJK 三崎、5個16国、中国史上の民族大移動、P139U 明治、五両史略監縮人民出版社、1988年、ISBN7 から226002434、 AB 岬、さき、五個十六国、中国史上の民族大移動、P162、ありがとうございます。